空想科学ラボラトリー空想ラボ、空想科学研究所とアニメハンマバキのコラボ第2回となりました。第1回はバキがルミナのお尻を叩いて遥か向こうまでぶっ飛ばすシーンを検証しましたが、今回のシーンはこちらです。体重100キロのカマキリとの試合が作れるんだ。まず考えたいのは、あの大きさのカマキリが体重100キロにもなるのかということですね。オオカマキリの体長は9センチ、体重は8グラムです。100キロというのは8グラムの12,500倍になります。そういうふうになるのは体長が 23.2 倍になった時なんですね。すると体長は2メートル9センチ。確かにアニメのカマキリはそのぐらいありました。しかしコンクリートの壁にクレーターを作るなんて、バキは一体どんなスピードで跳ね飛ばされたのでしょうか。クレーターの直径は1メートル50センチほどあります。そしてそのくぼみの深さを20センチとすると、破壊されたコンクリートは 2.7 トン。バキの体格でぶつかってこれだけのコンクリートを破壊するための速度というのは時速300キロ、新幹線並みということになります。これカマキリは一体どんな力でぶったたいたんでしょうか。それはカマキリの鎌がバキの体に当たってからバキが跳ね飛ばされるまでにどのくらいの距離を動いたのかというのも問題になります。仮にその距離が10センチだとすると、カマキリが出した力は270トン。バキは彼らが体重100キロになったら必ずアフリカゾウを捕食すると言ってましたが、本当に捕食できそうですね。バキも恐ろしい相手と戦ったものです。